はい、こんにちは、ふっくちゃんやで。今日はね、イプさんをちょっと点検してるんですけども、ちょっとしたアイデアを一遍実験してみようという、魂胆ですね、やってみよう。それではちょっとタイヤを外していきます。ください、ドラムがね、ここにね、もうギザギザになってね、これを整備士一生懸命ペーパーで擦るんですけども、なんかいい方法ないかなと以前から思ってたんですよ。今日はちょっとやってみますよ。みんながやらないことを、どうでもいいのに、めんどくさいのに一生懸命やってみるガチ検証委員会、フッキーです。今日はガチでやってみます。あのね、要するにね、これ研磨に出すか、ドラムを新しいのに交換すればいいんだけども、これをこうペーパーで擦りたいだけども、これがこうゴロゴロ回ってくれればありがたいのよね。ということは、こう、ほら、ここでセンターが出てぴったり。なにこれ、ぴったり。やっぱりね、ここにね、ハールがあって、最後までぴったり入らないんで、ちょっとワッシャーを、こうやってかましてみます。これで水平が出るやろ。はい、これ見て、これ見て、ほら、これでペーパーで擦ったら、まるで研磨、ドラム研磨。おい、おめえがフッキーか。え、なに、今のなに、誰？俺だ、サッキーだよ。サッキー？これ、切るやつあっただろ、おめえんとこ、なんかぐるぐる回すやつ。あれでちょっと切ってくれよ。ええけど、なにこれ。すげえな、おめえ海洋圏使えんのか。すげえだ。はい。おお、さすがだな。サンキュー。じゃあまたな。行ってもだで。もう行ってもだ。
何やったんあれ。はい、気を取り直して磨いていきます。これまあまあええけども、やっぱりこう自動で回ってほしいよな。ちょっと前でやってみようか。よし、前は回転してるからね、とにかく気をつけないとね、危ないよね。よし、行くよ。あー手が、あー危ない、あー、わー、あー、あー、えー。はい、結局ね、手間かかる割に大したことはありませんでした。手間ばっかりかかってね、やっぱり交換か研磨に出すかせんといかんね。こんな生病法じゃほっつかんね。以上です。登録してね。